3つの顔を作るということで、一番最初にやっていくのが触覚型の低タイプ、これを僕の場合うららメイクと言っています。こんな感じです。写真でいうとこれこんな感じのねメイクになります。もうこれも簡略化して、低タイプのメイクというのは本当にシンプルにやっていきます。これはもう下地なんで、全体的にこのトップから多めにつけて伸ばしていきます。ここの部分だけちょっと分かりやすく言うと、目の下からこの逆三角形のここですね、左にこれ全体にやってしまうとまたこの厚みになるんですね、マットな感じになるんで、そこはできるだけ減らしてやります。特にここの立ち上がりがすごく高くなってるんで、黒目の端の下、ここをメインにする。目尻に対して平行になるようにまず描いてみます。で、普通だったらみんな毛が生えてるところだけをやるんで、ね、3つのパターンは全部位置が違うんで、こうですね、この時に眉頭がここにある、でこれを描こうとするとまたこう下がる、だから木の向いてこの上、はい、閉じてください。ここに黒目をもう一個作るというつもりで、ここに丸くなります、ね、ふわっと丸く描いていきます。例えばまあ白にするとこんな感じ。だから服がまず選ばなくてね、今日は触覚型でいくぞ、低タイプでいくぞって決めたら、もう衣服から変えます。かわいいね。で、それをいつもやりますけど、写メを撮る練習します。